北海道など9つの道府県の知事選挙が告示され、統一地方選がスタートしました。来月9日に投開票される前半戦は、知事選のほかに6つの政令市長選、41の道府県議選などが行われます。物価高や少子化への対応、地域経済の活性化などをめぐり、論戦が繰り広げられます。